マリアム・アル・カワジャは、バーレーンの人権擁護者。バーレーンの人権擁護者で、湾岸地域人権センターの元共同センター長の、アブドゥル・ハディ・カワジャの娘。湾岸地域人権センターのアドボカシー特別顧問で、あり NGO のコンサルタント。国際人権サービス、ノーハイディングプレイスの役員。アージェント・アクション・ファンドの副会長。シリア生まれ。母は、カディジャ・ール・ムサウィー。 父は、バーレーンとデンマークの人権活動家、アブドゥルハディアルカワジャ。父は1980年代半ばからバーレーンで指名手配されている。2歳の時、家族がデンマークに政治亡命する。バーレーンへの再入国許可を得る2001年までデンマークに居住。バーレーン大学を2009年に卒業後、フルブライト奨学金を受け。 アメリカのブラウン大学にて1年間留学する。しかし2010年半ばに、バーレーン帰国時、父の人権活動のために、広報や教育に関わる職を見つけることができなかった。そこで、父が、共同創設者である、バーレーン人権センターで外交部の長を務め、代表補佐となり、BCHR センター長、ナビール・ラジャブが交流中は、センター長代行を務める。 2011年6月22日、アルカワジャの父は2011年から2012年の民主化を求めるバーレーン騒動においてテロリスト活動を組織し管理した罪で軍事裁判所にて終身刑に課される。アルカワジャは10代前半から積極的に抗議活動や人権団体でのボランティア活動に参加。また、バーレーンにて 現地の状況を報道するジャーナリストのための仲介者、翻訳者としても働く。2006年、ニューヨークの国際連合への代表団の一人として、国連副事務総長と面談し、人権侵害を理由に、首相の退陣を求める大衆の単眼を手渡した。2008年には、人権委員会のトムラントスに招かれ、アメリカ合衆国議会で、 バーレーンの宗教の自由についての証言を行った。政府はこの会合で発言したアルカワジャを含む人権活動家グループに対しメディアでの中小キャンペーンを実施した。2011年に初期の民主化運動の組織化に積極的に参加した後、アルカワジャは国外の大学や会議における講演ツアーに乗り出した。このツアー中にイギリスの政治家を面談し、 ジュネーブの国際連合人権理事会で発言した。ナビール・ラジャブがバーレーンからの出国を阻まれ、外部メディアへのアクセスが問題化し、反体制主要メンバーの少なくとも500人が交流される中、アルカワジャはバーレーン国外での重要な役割を引き受けた。ヒューマン・ライツ・ウォッチのジョース・トークによると、BCHR は彼女が帰国すると逮捕される恐れがあるため、 海外滞在すること進めたとされる。4月、アルカワジャはアメリカイスラム圏フォーラムに参加し、当時の国務長官ヒラリー・クリントンと面談し、拘束されている父と二人の義理の兄弟について話した。彼女はクリントンにアメリカがバーレーンにおける弾圧に対してより強い立場を取ることを懇願バーレーン政府が アメリカの武器を使用して抗議者を抑圧していることを引き合いにアメリカの行動を促した。5月にはオスルフリーダムフォーラムで登壇しバーレーンでの政府による暴力の経験を伝えた。5月13日バーレーンの人権に関するアメリカ合衆国議会の公聴会で証言した。オンライン活動バーレーンラン以前アルカワジャのツイッター利用は活発ではなく フォロワーは30人以下だった。2017年9月時点のフォロワーは10万9900人以上で、ツイート数は5万1000を超え、しばしば公式の報道機関には見落とされがちな、様々な抗議活動をリアルタイムで伝えている。デモ参加者が路上に溢れる中、彼女はマナーマの真珠広場に滞在し、活発にツイートした。アルカワジャは、 体制支持派によりインターネット上のハラスメントを受けている。殺害脅迫を受け、6月上旬に開催されたレバノンでの IFX を欠席。オスロフリーダムフォーラムの直後、彼女が間違ったニュースを広め、急進的でイラン政府を支持する活動を行っているという告発をするツイッターキャンペーンが開始された。アルカワジャオバーレンに対する 反逆者として告発する多くのメッセージが、オスルフリーダムフォーラムのメールアカウントに送られた。多くのツイートやブログ、オンラインハラスメントは、コルビスコミュニケーションズの地政学的解決部門内のアメリカから発信されていた。このキャンペーンでは、組織的な問い合わせ攻めがなされていたと見受けられる。国際人権連盟によると、2011年5月上旬、 バーレーン政府への積極的指示者とで、匿名の中小キャンペーンが、ナビール・ラジャブとアルカワジャに対して開始された。2014年8月30日、マナーマにいる父を訪ねる、旅行中に警官への暴行の疑いで逮捕された。彼女は保釈され、裁判をボイコットして、バーレーンを2014年10月2日に出国。12月に欠席裁判で1年の禁錮刑が科された。 バーレーン政府はアルカワジャーの逮捕は有効であるとしている。彼女は現在の有効な逮捕状を有し、また係争中の4つの訴訟のうち1つはテロリズム法の下で提訴されており、終身刑または死刑が科される可能性がある。ありがとうございます。